除名すべきものとのご意見に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって議員ガーシー君を除名すべきものと決定いたしました。国会議員の、まあ、今回彼が NHK 党の名簿順位3位だったんで、1番ガーシー、ガーシーが辞めると2番の山本太郎君なんですけど、山本太郎君は名義貸しだったので、まあ、彼に500万あげて彼も辞めて、で黒川君は3位でそのまま彼が辞めなければ国会議員になれるんですけど、要は1億円借りてるから彼は議員報酬全部1億円の債権者に持っていかれるから、それで彼は斉藤健一郎君に議席を渡すことに同意したんです。でその代わり月130万円、まあ、ちょっとでも多くくださいということで130万円彼の個人的な口座じゃなくて彼のやってる政治団体にお金を払うっていう話をしたんですよ。そうすると彼は強制執行もされないし、まあ、ある意味税金の脱税もできるのでっていう話をしたんですね。で僕もその時は、まあ、黒川君のことを信用してたのもあって、私 NHK 党党首立花孝志、本日付をもちまして、NHK 党の党首を辞任させていただきます。私どもの所属ガーシー参議院議員がですね、参議院議員に党員をして、まあ、陳謝をするという表明をいたしました。まあ、この約束が反故になりましたので、党の代表としては責任を取らなければならないということでの辞任と。後任につきましては隣におりますですね、大津彩香さんが私の後任として、党首を引き継いでもらうことになっております。政党名も政治家女子48党ということで、本日付で政党名、変更いたしましたので、2ヶ月前に政治家女子に参加させていただいて、その時は、まあ、政治家になるとかなれるとかいうことも考えてもなかったんですけれども、この度突然国政政党の党首となることになって、ちょっと今緊張しているんですけれども。いやもうこんなのもう結論から言ったら完全に詐欺罪やで。え？何がですか？嘘だらけやもん。まず、みんなで考えては作ったんですけど。いやもう東洋圏は NHK 党から引き継いだが、政党助成金は引き継いでいないは、完全に嘘でしょ。全部大津さんのハンコがないとできないようにしているので、まるでこれだと NHK 党に政党助成金が入ってくるようになるよ。で、全部大津さんの承諾がないと動かないようにしてあるんだよ。大津さんが俺のアドバイスを聞くかどうかだけなのよ。まずこれが1点目の嘘になります。次に、その次がもう完全に嘘で、その他の活動費は、
候補者自身が出さないといけないは嘘だよ。その他の、その他の活動費は党が全部負担しているので、候補者は出したければ出せばいいであって、出さなければいけないというのは言い切るのは完全に嘘になるよ。なるほど。めっちゃ出してるからね、党は。チラシ1万枚、旗、YouTube 広告、はい。ポスターを貼る人の手配、その貼る人に対する報酬、もちろん選挙ポスター、選挙チラシ、もし東京タグラインが募集、京タグライン募集された時にも、その保証全部党でやってるよ。で、ポスターとかチラシをするだけで選挙にはお金はか、お金かかるは、嘘でしょ？まあでも、かかるといえばかかりますよね。なんでかかるんだ？公費負担でしょ？あ、ただまあ YouTube 広告を追加で出したいとかっていう要望もあるわけですし。うん、ごめん、だから。かかるのは間違ってないかなと思うんですけど。今、ごめん。今ちょっと次のところに行っててね。ポスターとかチラシをするだけで選挙にはお金がかか、お金かかるって書いてるのよ。これは嘘でしょって言ってるの。こんなのちょっと調べたらわかるじゃん。ポスターとチラシは、全額公費負担でしょ？なぜお金かかるって言い切るの？これ完全に情弱ビジネスじゃん。知らない人はポスター代にお金かかると思うわけでしょ。でもポスターを貼る人の要因は党が用意してお金払うっていうことまで言ってるんだよ。でその今度財政状況のところでも政党助成金は当然地方選挙では入ってこないけど、当選したら議員報酬が入ってくるんでしょ？であれば、その当選をした時の議員報酬を担保にお金を借りればいいんじゃないの？まあ、ただ落選した時には原資がないですよね。落選した時には返さなくていいんでしょ？いや、それを貸してくれる人との交渉じゃないですか。まあ、基本的には、まあ、借りたくないという意向の方が女性陣は強いので、借りるっていうのは、まあ、あんまり念頭に置いてない動きなんですが。うん、でも、こうやって、ちょっと文章しか見てないけど、返済の当てのない資金は借りることができないは嘘でしょう。でも、返済の当てのない資金は借りることはできないじゃないですか。落選する可能性がありますから。うん、だから落選した時には返済が滞るないしは長期になるっていうことでしょ。当選したら返済の当てがあるわけでしょ。まあそうですけど、落選した場合は当てがないじゃないですか。うん、だから落選したら返せないということを確定してお金を借りるんじゃないの。まあそれは借りる人との交渉ですよね。うん、でもそれはできるじゃん。借りることができないって言い切るのはおかしくない？黒川くんが1億円借りてるじゃん。いやいや、おかしいとまでは思わないかなと思うんですけど、うん、だから僕以外もみんなが見てあれの文言になったので、うん、だからもう黒川くんの周りの人たちが完全に、その感覚が麻痺してるのよこれ、今ね僕が 言えるのは確かに刑事罰のある詐欺に関しては、この詐欺の構成要件には返済の当てのない資金は借りることはできないわ。該当しないよ。該当するとしたら、ポスターと、今、冒頭言ったように、政治家女子の政党助成金は引き継いでいないわ。明らかな虚偽だからね。しかも横に大津さんがいるから、一番大津さんが知ってるわけよ。もう、登記簿に大津さんの名前しか載ってないから。もう冒頭この嘘から入ってんのよ。
で、さらに、ポスターとかチラシをするだけで選挙にお金、選挙にお金がかかるっていう、ここも言い切ってしまってるのよね。でも選挙にはお金がかからないよね。政治活動にお金がかかるんでしょ？必要以上のね。で、このような形で情弱を騙して、お金を取ろうとしてる行為は、一番やっちゃいかんことじゃないの？いや、当主すいません。情弱を騙してるというほど、こちらとして悪意を持った情報発信では私はないかなと。そうなのよ。そもそも政治家女子48との政治資金パーティーって、まずここが詐欺のスタートでしょ？これ思いっきり詐欺でしょ、うん、こんなことしたら票入らへんで、もうこれ完全に逆効果やで、こんなことしたら。どうして選挙にお金がかかるなんて嘘ばっかり出していくのよ。どうして政治家女子48党がこの子たちにお金出してないって嘘つくのよ。どんなにお金出してるか分かってる？でもこれとにかくフルオープンします。我々ね、の考えというのは、何を言われてもですね、国民に全部フルオープンするっていうのがこれまでの考え方でね、ちょっとそこは今後ですね、特に11億もお金を借りていることと、まあ NHK の被害者をですね、お守りするために。国民の皆さんに今契約を呼びかけるっていうこともあるので、まずフルオープンにすることが一番安全なんですよね。安全というか安心していただけると思ってまして、しかもオープンにしてかつ映像で残すというのが、まあ国会がまさにそうじゃないですか。すべての国民が国会を見れる、いつでもそれをアーカイブで見れるっていうことがポイントで、この政党内、国政政党っていうのは、すべてフルオープンでやった方が、まあ僕はいいと思っていますので、まあそこについて、お話をさせていただきたいと思っています。で、まあ現在ですね、党の代表権が、まあ大津党首にあります。で、これはもう、全然名目だけじゃなくてですね、実質上の、まあ実質というかその法律上の代表権が全部大津党首にありますので、でまだ大津党首からそれを今僕に返してくださいと、党首はいいんですけども、いわゆる代表権のある法人上のとかそういうのは僕にちゃんと戻してくださいというお話をおとといしたんですけども、まあまだ今その代表権を戻すっていうところには至っていません。で、これは、ちょっと非常に危険な状態で、危険な状態っていうのは、立花だから、代表者が立花だから、お金を貸してくれているっていう方も当然たくさんいらっしゃるでしょうし、代表者が立花だから、これからもお金を借りることができると僕は思ってるんですね。
で、これが一方で、大津さん、大津党首が代表者だとですね、まあ、むしろお金を返してくれっていう方が、まあ、現に出てきてるわけですよ。で、まあ、そういう方々に、僕は、その、やっぱり、その、お金を借りしたときは、僕はこの党の党首というか代表者でしたので、まあ、そのお金を貸していただいている方に、まあ、損が発生しないというかね、一番そこは、ある意味大事にしているところ、もちろん、NHK 党に票を入れていただいた方ですね、まあ、この人たちのその権利っていうのも守っていかなきゃいけない。で、3番目に党の職員っていう順番ですね。黒川くんね、まあ、幹事長一応辞めてもらうという方向で、一応というか、まあ、幹事長辞めるっていうことで、まあ、これは一昨日決定してるんですけども、まあ、この辺も、確かに紙もないし、密室で決めたことなので、ちゃんと、もう一度、公のところでやりたいなと思っています。まあ、いろいろとですね、黒川さんと、まあ、大津彩香党首とですね、まあ、我々、まあ、立花党首でですね、まあ、今ちょっといざこざがあったんですけれど、まあ、ちょっと金沢翔子さんがですね、まあ、すごくいい働きをしていただきました。まあ、何をしていただいたかというとですね、まあ、いざこざがあった、まあ、その渦中にですね、はい、黒川さんをですね、まあ、黒川さんと協力をして党を乗っ取ってしまおうというですね、そういう LINE の書き込みをした方がおられまして、その書き込みを立花党首に伝えたということをしていただきました。まあ、非常にね、いい働きをされたと私は思っております。裁判というのは原告被告なんですけども、皆さんが、ね、知ってるのは、ただ今回は仮処分の申し立てということで、大津さんが自分が代表者だということを申し立てたと、まあまあ、分かりやすく言うとも、大津が原告被告が、なぜかうちの長女の娘の組、それが代表者、党の代表者と、代表権を争っている斉藤君という裁判というか、新人でした。立花隆党首はですね、もう党首と呼ばせていただきましょう。立花隆、そうですね。はい。まあ、党首はですね、はい。まあ、最後まで、大津彩香さんをですね、まあ、擁護していたということは、まあ、この場で改めて、まあ、確認させていただきたいと思います。まあ、ご自身がね、党首に、まあ、推薦をというか、まあ、抜擢をした責任もね、ありますので、まあ、最後まで、擁護したと。ということはですね、改めてお伝えをさせていただきます。